公衆衛生医療品規制医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬事法の歴史、薬事法の歴史においては、日本の法律、旧薬事法及びその更新となる法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、関連する事件等について解説する。 徳川吉宗による教法の改革において医療に使われる薬品の品質に対する関心が高まり、江戸、駿府、京都、堺、大阪の5カ所に薬品検査所として和薬改め会社を設置し、検査に合格した薬品以外の販売を禁じて品質の確保を図った。このことが政府による薬品取扱規制の始まりである。文明開化の影響を受けた。 西洋医学重視の政策により、1870年に売薬取り締り規制が制定され、越中富山の薬売りや漢方薬に代表される従来の薬品産業を中心に大幅な規制が実施される。続けて1873年に薬剤取り締りの法を施行し、現在でいうところの薬局、薬剤師や薬価制度、そして医薬分業の基礎がそれぞれ成立した。 明治政府は1877年に毒薬劇薬取締り規則を施行。そして1880年にはこれを薬品取締り規則へ改正し施行した。この規則では毒薬劇薬の概念が導入された。1886年には日本薬局法が交付され、翌1887年に施行された。同型は改正を重ね、現在に至る。 この歴史については、同型の項目を参照のこと。1889年には、薬品営業並薬品取扱規則が交付され、薬剤師、薬局、薬種所及び製薬者が定義され、特に薬剤師や薬局の活動について細かく規定がなされるようになった。薬品営業並薬品取扱規則と、その関連省令により、 日本薬局型に適合しない薬品の販売などが禁じられた。さらに18年後の1907年には同規則等が改正され、日本薬局型に適合しない薬品は製造や人列なども禁じられるようになった。以上により、明治時代の末期には現代のものに近い医療制度が確立され、不良医薬品の取り締まりによる薬品の品質確保がなされるに至った。 ただし、戦術の通り漢方薬など古くから伝わる医療については、西洋医学重視の政策によって、不当に貶められたと言わざるを得ないものも少なくない。従来、政府の政策として、有害医薬品の取り締まりを優先して、害を及ぼすものでなければ、仮に薬効がなかったとしても、積極的には規制しないという方針があったが、先に述べた一通りの政策により、 薬品の品質確保が一応確立されたことから、1910年頃に、医薬品は人体に害を及ぼさず、かつ薬効が確認できるものでなければならず、この二要件を一方でも満たさないものはすべて、規制するべきであるという政策に転換されることとなった。これを有効無害主義という、1914年、薬剤師、医師以外の売薬を禁止する、売薬法が施行された。 これは、薬首相が取り扱う売薬について、有効無害主義に基づいて、品質確保、所管庁による検査、広告の規制などを行うようになった。これにより、例えば、万病に効く炭のような薬効を標榜することが禁じられ、すべての売薬について、薬効の科学的裏付けを求められるようになった。この法律により、薬種賞は大きな打撃を受けたが、 同時に薬所上及び売薬の近代化を促すこととなった。1937年に日中戦争が始まったことを受け、翌1938年には国家総動員法が制定され、戦時体制が確立されていった。生活必需品である医薬品についても物資統制の例外ではなく、その翌年である1939年には価格統制が 政令により実施され、続けて1941年には、戦時統制を目的として、日本医薬品生産統制株式会社及び、日本医薬品配給統制株式会社が設立され、製薬者はすべて前者に、薬首相はすべて後者に所属するものとされた。具体的には、厚生省の計画に沿って、下記の通り医薬品の流通を統制するものであった。両統制会社は、 同年9月1日より業務を開始することとなる。同年12月8日の新自湾攻撃をきっかけとして戦争が激化していく中、このように医薬品にかかる戦時統制体制が確立されていく。1943年には薬事衛生の適正を、岸国民体力の向上をずることを目的として薬事法が制定された。従来の医薬品に関する処方例が 同法にまとめられたほか、医薬品の製造業に許可制を導入するなど、不良医薬品の取り締まり及び一層の品質的成果が図られた。もっともこれによって、統制以前には40万種あったとされる、日本の薬品が6000種程度に統合されて、江戸時代以前からの処方なども含めて、多数が廃絶し、残されたものも成分の変更などによって、 全く異質の薬品への変更を余儀なくされたものも存在したと言われている。1945年9月2日に第二次世界大戦が終わり、1947年5月3日に日本国憲法が制定されるとかつての国家総動員法をはじめとして政府の裁量を広く認めた委任立法が新憲法と矛盾する事態が多数発生し、これらの見直しが急務とされた。 薬事法もその例外ではなく、命令への委任事項を中心に、見直しが図られた。また、戦後の物資不足により粗悪な薬品が流通している事態の打開を図る必要があった。ことに、日本国憲法第25条第2項において、国民の生存権に係る国の社会的使命が明示されたことで、戦後の復興にふさわしい維持。 薬事制度は法制化する必要があった。薬事法制について、1948年、新規の法律として、薬事法が制定された。1943年の薬事法における、抜け穴などが見直されたほか、政府による許可事項は大幅に削減され、医薬品の製造業、流通業等は政府、または都道府県知事への登録制になった。 事前に公表された一定の基準を満たす者が登録を申請した場合、無条件で登録されることとなり、政府による恣意的な運用ができないような制度となった。これをもって医薬品業は戦時中の統制経済から脱却することとなった。また、翌日7月30日には医療法、医師法、保健不助産不看護不法が成立し、病院や診療所に関わる、 基本的な法制度及び医療関係職のうち医師、保健婦助産婦看護婦についての法律が制定された。この当時、薬剤師については薬事法において規定されている。国の政策として国民皆保険を基本とする健康保険制度を発足させるため、1960年薬事法が施行された。この改正により、 医薬品販売業が下記の通り細分化された。上記の通り、それまで医薬品販売業の一形態とされて、明確な定義がされていなかった、いわゆる置き薬の販売形態が、この改正により配置販売業として、明確な定義がなされた。なお、この薬事法全面改正を受けて、健康保険制度が、翌1961年に発足した。 1948年薬事法及び1960年全面改正当時の薬事法において厚生省令上の設置基準を満たしている関係者が薬事法違反などで罰せられたことがないなどの基準を満たしていれば都道府県知事から薬局を新設する許可が下りていた。1963年の薬事法省改正で薬局の距離制限規定が設けられ、 薬局の新規開設を申請する場所から一定範囲以内に既存の薬局がある場合、都道府県知事は不許可の処分が行えるようになった。しかるに、この規定が争点となる行政訴訟が発生し、最高裁判所まで争われた結果、1975年4月30日に意見判決が言い渡された。この判決では薬局開設許可の際に、 近隣の既存薬局からの距離制限を求める規定が憲法第22条が保障する営業の自由に反すると判事された。この意見判決を受けて距離制限規定は同年7月に削除された。なお、この判決は日本国憲法下において存続殺重罰規定意見判決に続いて2番目となる法令意見判決である。 1990年代に入り、国の政策として薬事法関連の規制の改革が行われた。医薬部外品については、1995年に承認権が厚生大臣から都道府県知事に委任された。1999年には栄養ドリンクが薬局以外の店舗、例えばコンビニエンスストアなどで取り扱えるようになった。これらの医薬部外品は、 新たに指定されたものという意味で、新指定医薬部外品と呼ばれる。2004年には、ビタミン剤など、多数の医薬品が、医薬部外品へ指定外となったため、これらも、薬局以外で、取り扱いができるようになった。この時に新たに、医薬部外品とされたものは、新範囲医薬部外品という。従来は、化粧品種別許可基準に合致しないものについて、 厚生労働大臣の承認を要したが、本改正で消費者への情報開示を目的として、全成分表示制度が導入されたことにより、原則として承認制度は撤廃され、販売名などを届け出るのみとされた。化粧品種別許可基準は廃止され、配合禁止成分のリスト及び防腐剤等の特定成分の配合可能成分のリストを掲載した。 化粧品基準が制定された。2000年代に入ると、国際的な整合性、科学技術の進展などを踏まえた薬事法の構築が必要となり、2002年、次のような改正を柱とする改正薬事法が成立した。承認、許可など、従来の規制の根幹に関わる大改正であり、3年の周知期間を設け、施行は2005年4月1日とされた。 医療機器にかかる安全対策の見直しメスやピンセット等の小物、MRI 等設置工事や保守管理に専門知識が要求される機械、人体に直接触れない、分析機器、家庭で用いる治療機、生物由来の機器、医療材料など、多種多様な医療機器が存在する状況を踏まえ、リスクに応じたクラス分類制度の導入、第三者認証制度の導入、 特性に応じた安全対策の充実等が図られた。クラス分類は GHTF ルールに従い人体等への危険度に応じて4種類に分類された。すなわち体内に留置して不具合が生じた場合に生命に危険を及ぼす可能性が高いものをクラス4とし逆に体に接触しないか接触時間が短時間のものなど危険度の低いものをクラス I として 旧来の分類を再編したのである。クラス2のうち厚生労働大臣が適合性認証基準を定めた医療機器については厚生労働大臣の承認だったものを改め国の指定する第三者登録認証機関による認証を受けることとした。高度管理医療機器の販売については従来は届出制だったが許可制度を導入し販売 賃貸の段階での安全性確保を図った。さらに、医療機器の知見制度を改善し、医薬品の知見同様に GCP 基準の設定などを行った。製造販売後の安全対策の充実化、承認、許可制度の改正改正前は、医療用具の製造を及び輸入を規制し、これらの行為を行として、営もうとする者は、号の許可を取得することとし、医療用具について、 承認を得ることとしていた。本改正では、この規制の考え方を修正し、市販後の国民の安全を図ることや、OEM 製造等企業活動形態の多様化に対応することを目的として、製造販売つまり市場出荷を規制することとした。改正後は、製造販売行為について許可を必要とし、医療機器の製造販売について承認や認証、 届け出を求めることとした。製造業は、製造のみを行う業態に特化させ、市場出荷を行う製造販売業と分離した。従来は製造及び輸入について、厚生労働大臣の承認を要したが、これを改め、製造段階では承認は、不要とし、承認は、医療機器を製造販売業者が市場出荷するための要件としたのである。 従来の輸入販売業は外国で製造された製造させた製品を日本国内で製造を販売させる業態と考えられ製造販売業にあたるものとされた。この変更に伴い製造業許可の要件であった GMP 及び輸入販売業許可要件であった GMP は GMP に統合の上合許可の要件ではなく製造販売承認の要件とされた。 市販後安全管理体制については GPMSP から GPSP、GVP に分離され GVP は製造販売業許可の要件とされ市販後安全管理体制の構築が業を営む要件として明確に位置づけられた GVP 省令は2004年に交付された以上のように業態規制及び製品の承認規制が抜本的に改正されることとなった その他の改正内容製造販売業者は製品の品質について責任を負う体制を整えていることが許可要件とされ2004年に交付された GQP 省令への適合が許可要件とされたまた総括製造販売責任者の配置が義務付けられた医療機器修理業について従来は製造業の一形態と曖昧な状態で扱われていたが 本改正により修理業許可が設けられることとなった。体外診断用医薬品については、その他の医薬品と比較して人体に直接的な危険を及ぼす可能性が低いことから、一部の承認不要化、承認対象から認証対象への移行などが行われた。その他に、企業の知的財産の保護等を目的として、減薬、 原材料のマスターファイル制度の導入などが行われた。改正の影響もと売り行為を行ってきた旧来の製造業者、輸入販売業者は、補聴器などの一部の旧類別許可品目やジス、適合品目のみを扱ってきた業者を除き、改正法における製造販売業許可を持っているものとみなされることとなった。これらの事業者は、 改正法が施行された2005年4月1日の時点で製造販売業許可を持っているとみなされたため、同日時点で改正法の要求する許可要件をすべて充足していなければならなかったが、全事業者がこの日に対応することはできず、改正法施行後に都道府県では GQP 及び GVP の適合性調査を随時実施し、適合状況を確認及び行政指導を、 実施している。小売業については、従来眼科院内で事実上行われてきたコンタクトレンズ販売について、これができないことが明確化され、眼科に隣接する敷地等にコンタクトレンズ販売店が開設される事例が相次いだ。その他、医療機器では、QGMP が ISO13485 を参考に、 制定された QMS 省令に改められた。これにより、経営陣や品質保証部門などの非製造現業部門も QMS 省令がかかってくることとなり、事業者は社内体制の見直しを迫られることとなった。この省令は一部のクラスや医療機器のみを製造する業者を除いて全製造業者に適用される。業界団体等では改正方施行後も 事業者の利便に資することを目的として、しばしば改正薬事法説明会、QMS 説明会などを開催している。2009年より一部の医薬品について、薬剤師不在でも販売できるようになった。治療、診断目的や人や動物の体の構造または、機能に影響を及ぼすもので、機械器具等でなければ、従来は必ず医薬品として取り扱われてきたが、 体に対する作用が緩和なものであって、厚生労働大臣が指定するものについては、医薬部外品として取り扱うことができるようになった。一般用医薬品については、第1類医薬品、第2類医薬品及び、第3類薬品に新たに分類されることとなり、第1類医薬品の販売に際しては、薬剤師による書面を用いた説明が義務化されることとなった。 第一類医薬品は薬剤師自らが販売、授与、あるいはその管理、指導の下で登録販売者及び一般従事者をして販売、授与。第二類医薬品及び第三類医薬品については薬剤師または登録販売者自らが販売、授与、あるいはその管理、指導の下で一般従事者をして販売、授与することとなった。一方、 第一類医薬品及び第二類医薬品について通信販売等が禁止される厚生労働省令が2009年2月6日に交付されたことについては同年3月より医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会で検討中である。同時に医薬品販売の許可の業態が薬局並びに一般販売業、薬種商販売業、 配置販売業及び特例販売業が薬局並びに店舗販売業及び配置販売業に再編された。その他情報提供の観点から処方箋に基づく薬剤の販売の際の書面の交付義務化、薬局における情報提供制度及び掲示の義務化、店舗販売業における一定の事項の掲示義務化がなされることとなった。一連の改正は セルフメディケーションの促進を目的の一部としたものである。薬事法等の一部を改正する法律により、薬事法の名称が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に変更された。この改正において、医療機器の IT 化に伴い、疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム、疾病予防用プログラム、及び それらを記録した記録媒体についても副作用または機能の障害が生じた場合においても人の生命及び健康に影響を与える恐れがある場合には医療機器として制限を受けるようになったこれらのプログラム及びこれを記録した記録媒体を製造する製造販売業については他の医療機器同様に高度管理医療機器管理医療機器の種類に応じて第一種または 第2種医療機器製造販売業許可を取得する必要がある。また、販売についても医療機器プログラムについて電気通信回線を通じて提供を行う場合の業態は販売業として取り扱われる。高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする場合は、販売業の許可が管理医療機器プログラムを提供しようとする場合は、 販売業の届出がそれぞれ必要となる。再生医療等製品の特性を踏まえた、規制の構築を目的として、再生医療等製品を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。品質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、 特別に早期に条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする等の改正がなされた。出典宮下三郎、長崎貿易と大阪ハット ABCD 昭は53年8月3日、東京地裁判決昭和46年代6405号か損害賠償請求事件、AB 田辺勝、受け継がれる。 売約理念富山県民障害学習カレッジ2002年2月23日昭和50年4月30日最高裁大法廷、判決昭和43年第120号行政処分取り消し請求事件詳細は医薬部外品の項目を参照比較的危険度の低いものの審査を民間に開放することは国の総合規制改革における 民間解放の方針に沿うものである。また、独立行政法人医薬品、医療機器総合機構では、より危険度の高い医療機器の承認審査に資源を集中的に投入できるようにすることも目的である。動物用医薬品、動物用医療機器は、厚生労働大臣ではなく、農林水産大臣の所管であり、認証制度はないなど、人用とは異なる面がある。 医療機器のクラス分類は動物用のものが告示されている。厚生労働省、薬事法の一部を改正する法律の概要、2010年7月18日閲覧。厚生労働省、薬事法の一部を改正する法律等の施行等について、2011年8月6日閲覧。ありがとうございます。